どうもミスターゆらぐらりです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ、ポポポポポイエーイ。はい、今日の企画はですね、エコユナの抜き打ち財布の中身チェックをしたいと思います。イエーイ。じゃあ2人出てこい。ポそんな可愛く出てきて今日は2人の財布の中身を抜き打ちでチェックしていくで、イエーイ。じゃあ早速紹介をしてもらおう。グラリさんお願いします。贈呈この財布を選んだ理由は？チェリーが可愛かったからです。単純かよ。まずデザインこんな感じです。いいチェリー可愛 い, いハートがポポンってついてて可愛 い, いですね。開けます。開いた。おり入ってないです。入ってないです。じゃあ次、ここ小銭入れ。小銭おわお。所持金チェックしますか。よっしゃ。先お札見ていきましょうね。ほい、お札ここに入ってます。5000円一応よ。私の親友。続いて小銭チェック。意外といっぱい。小銭チェックよ。え、この所持金は6170円でした。これがエコの財布の中身。エコのラブリーなお方がおられます。これは？あ、和音ポイント。和音のカード入ってんの自分の財布に。これ私持ってないっすよ。もうこちら以上。もうほんとシンプルにスッキリって感じですね。無駄なものを省いたって感じです。そうですね、コンパクトなんで、うんうん、バッグに入れやすいし。私も今ちっちゃめの財布使ってる。これでエコの財布の中身の紹介終わりまーす。じゃあ続いてユナの財布の中身紹介していきます。お、贈呈かわいい。これ財布ですね。ワンスポの財布だそうです。買いました。あ、ちなみにさっきのエコの財布はどこですか？スピンズで買いました。スピンズ持ち手になってて、うん、これと携帯だけでお出かけができちゃうんです。なるほど。カバンに見せかけお財布。そうそうそう、あのこうやって丈夫、頑丈、すぐ切れたりしないからいいよね。そう、表から見ていきます。パカカード入れ。こちらのマナカ入ってます ね、 ですね。私もマナカ入ってますね、財布に。マナカね、この中に入れて、うん、こうやって畳んでもピッて使えちゃうんですよ。新幹線チケット。あとなくさないようにもう奥の方にグン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 って入れたり、そう見えないようにね。なんかこの開いたところのまたそこにお札が入れられるそうです。何円でしょうか。でで私のいとこひげおくん。次小銭。でで2520円です。で、これがレシートですね。レシートでした。何買ったんですかね。野菜生活スムージーグ。もう一つエビ天むすのおにぎりです。210円でした。以上ですよ。2点お買い上げしたそうですよ、はい、続いてスタバのお金チャージしたらこれを出すだけでお会計できるっていう。初めて見た。しかもカップの形になってかわいいね、はい、このお財布を買った決め手は。はい、ね、今まではツーリングとか真ん中だけしか入らないやつを買ってたんだけど、こういうなんか持ち運べるお財布みたいな、しかもこうやって持ってれば電車ですぐピッてできるし。なるほど、ちゃんと考えて買ってますね。で、このデザインもねかっこいいし。以上、2人の財布の中身の紹介終わりましたぜ。イエーイ、イエーイ。最後に皆さんに質問があります。私誰だか分かりましたか？最後一緒だけ分かりますか？せーの。ちなみにあの私はゆらりっていう人ではないですね。はい、グラリです。グラリです。あの本当の正体分かった人はぜひコメント欄に書いてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン。